岡田慶吉3月明治15年10月7日は幕末の土佐郷氏。岡田義平の次男。岡田伊蔵は実刑。意名縄よみのる。後に、登るみのる。最初の通称は刑事。漢学を細川清斎、剣術を竹市半平太に学ぶ。文久元年土佐金納刀が結成されると58番目に加盟。文久2年10月には中岡慎太郎。 田中光明などと50人組へ参加。11月に50人組で江戸へ出る。文久3年9月、土佐金納刀への弾圧が開始すると、同志は次々と投獄され、兄伊蔵も刑で捕まり、源氏元年6月に土佐へ送還されて山田国舎に繋がれた。無宿者であった伊蔵は、厳しい戦利、拷問を受け、伊蔵の自白により、同志らが、 次々と入国する事態となった。遺蔵の自白による同志の被害拡大を防ぐため、父、吉平や慶吉は、自宅禁慎状態の島村樹之助から遺蔵毒殺、もしくは毒による自害の勧めの相談を持ちかけられたが、毒殺が決行されたという記載は、獄中書館から確認できず、また遺蔵が、獄中の党員の説得で反省と後悔の意を示したため、 結局毒の差し入れはないまま決心を迎えたと推察される。遺蔵の自白を契機に、土佐金納党の極は終焉を迎えることになった。遺蔵の死後、岡岳の家督を継ぎ、城下北新町に住んだ。明治7年、佐賀の乱により、高知へ逃亡してきた江藤新平を、かつての土佐金納党同士らと共に小舟に乗せて、高知県東部へ逃がしたと伝えられている。 長男のトラスケが、岡田家の資料などを提出して、研究に役立てることができた。トラスケは、札幌農学校を卒業後、中学校教員となった後に、大倉省へ入り、タバコ専売制の完成に携わった。朝鮮総督府専売局技師から、鈴木商店に入社し、同社参加の米製タバコ、現、総実 GMC 初代社長を務めた。 次男の領事も大倉省に入り、四国で税務所長などを務めた。青殿、岡大蔵 P145 ハット AB、青殿、岡大蔵 P84 タバコカ子コ吉の国益志向から浜口有効の支援を得て、満州に進出鈴木商店記念館、青殿、岡大蔵 P135。ありがとうございます。